オクテッドチャンネル。どうもこんにちは、オクテッドメンズファッションチャンネルのムンです。はい、今日はね、僕のまあ得意分野といいますかね、大好きなスーツの話をしていこうと思ってます。はい、ただですね、まずスーツ今着てますかっていうことですね、皆さん。はい、まあ多分ほとんどの方が着てないと思います。着なくなったのが正しいかな。まあそんな感じだと思いますね。で、もともとあまり仕事で着ない方だったりとか、逆に着てる方も、まあもう理由はね、皆さんご存知だと思うんですけど、着なくなった方非常に多いと思います。でね、今日は、まあ、まずそもそもなんでスーツ着なくなったのかっていうところと、これからスーツなくなるかどうか、そしてアパレル業界、じゃあアパレル業界はどんな感じで今スーツ展開してんのっていう話をね、ちょっとしていこうかなと思ってます。はい、ちょっとマニアックかもしれないです。ということで、そもそもですね、なんで今スーツ着なくなったのかっていうお話ですよね。これはもう言うまでもないと思います。ご存知だと思うんですけど、まあ、残念ですけど、まあそのボービルスの影響によってスーツを着る機会っていうのがぐんと減りました。で、一番減ったのはやっぱり仕事です。仕事でスーツを着る機会っていうのがなくなった。で、まあその前から、まあ、スーツ着るタイミングと言いますかね、スーツを着なくなっても OK、 着なくても OK っていう会社どん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 出てきている中で、そこに今拍車がかかって、さらに加速的にボンとスーツっていう需要がピタッとなくなってきちゃったっていうのがね、一つですね。で、あとまあこれに加えてプラスアルファで、例えばね、着る機会、今まであった結婚式とかパーティーとか、そのあたりもね、軒並みちょっとできなくなってはいるので、それも含めてスーツっていうのが、まあ需要としては非常に残念ながらなくなってきているのが現状ですね。はい、で、ただこれじゃあスーツなくなるのかっていうと、それはまたちょっと違うんですよね。はい、今スーツ業界って、スーツ業界って言いますか、アパレルの紳士服ってすごい二極化していて、一つはまあいろんなところでも最近出てますけど、シャカシャカだったりとかストレッチが効いていて、まあこうスーツに上下なるんですけど、なんなら家でも、なんならアクティブにっていうような、すごいストレッチの効いたセットアップスーツみたいな流れですね。これが一つで、まあこれはお仕事で例えばパンツだけで行くだったりとか、で、ジャケットが必要な時にジャケットだけ羽織るとかね、まあなんなら両方もで、プラスアルファ最近はそこにもカジュアルでもなんなら行けちゃうようなパンツみたいな提案でできてます。もうちょっとなんだろうな、もう新しい何かっぽくもなってきてはいるんですけど、そういった服が一つあります。で、もう一つは逆にむちゃくちゃちょっと言っちゃえばいいものっていうようなね、路線っていうのがあります。これ結局、まあ、スーツを仕事で着る機会がガンって減ったんで、一つは仕事でね、まあ、スラックスとか未だに履く人ってやっぱり多いので、そういう感じでセットアップっていう流れと、まあ、アクティブ、まあ、カジュアルな方でもいけるようなもので、もう一つは本当にここぞっていう時にしかも着ないっていうパターンですよね。まあ、今こう本当に人と会うことになるべく避けるっていう流れになるんですけど、どうしてもね、ここはとかやっぱりあるじゃないですか。そういった時に着ていくスーツって、もう逆に一丁羅みたいな、そういうね、もうバシッとしたものが残ると言いますかね、そんな流れになってます。なので、まあ言ってしまえばちょっとこう中間っぽいものが若干淘汰されているような流れになってます。すごくね、二極化してるんですよ。なのでむちゃくちゃいいもの、クラシックなものっていうものと、あとは、まあ、これいいとか悪いとかって別ですけど、少し軽やかに着られるようなものっていう、この2つの流れなんで、セットアップ系と本当にクラシックなものっていうのがあって、この中間にあったような、そういうスーツがすごく減ってるっていう流れになってます。実際にですね、まあ、皆さんが例えばスーツを選ぶってなった場合は、やっぱり今言った僕のお話に照らし合わせてね、自分のライフスタイルと照らし合わせて選んでいただくのが一番いいかなと思います。本当に、まあ、お仕事でスーツを着る機会本当にほとんどないだったりとか、どっちかって言ったら遊びとしてジャケットばして羽織りたい時とか、そういうパターンが多い方であれば、やっぱりね、今だったらこうチルコロとかもいいんですけど、こういうストレッチがまず効いたもので、さらにパンツ単体でもすごくかっこよく使えるものっていうのが非常に多く提案されてます。今回のチルコロもそうなんですけど、最近非常に多いですね。もう例えばこのシャーリングがついてたりだとかで、これセットアップとしてすごい伸びますし、であとはワンタックついてるようなもの、こういったものであれば、まあ、綺麗めなね、ジャケットもそうだし、まあ、ダウン、今からだとダウンだったりとか、まあ、シンプルなブルゾーン、ライダースとかと合わせてもむちゃくちゃかっこいいです。で、
こういったチルコのジャケット、これもねめちゃくちゃ伸びるので、デニムと合わせてもいいし、別のスラックスと合わせてもいいしっていう風で全然使えます。あとはあんまりないと思いますけど、出張とかでも使えるので、そういう時に、まあ、スーツまではいかずともっていう方はこのあたりでまあ押さえておくとやっぱりいいと思いますね。なのでセットアップ系が一着あると非常に便利です。はい。で逆にそうじゃない方、もう本当にタイドアップしてバシッとスーツ決めたいよっていう方は、もう思い切ってちょっと投資してあげるのが僕はいいかなと思います。やっぱりね、いいものってすごい残るし、スーツはね、何よりも長く着られるものなので、そういった場合に、まあ、うちだと例えばね、ゼニアとか、今僕が着てるようなスーツもそうですけど、こういう本当にいい生地使って、芯材も毛地に使ってっていうもので、本当にクラシック、テーラードな作りのもの。こういうアイテムだと、逆にね、普段の仕事の中では、まあ、生地がかなり繊細なんで、多分神経質になっちゃって、着づらいと思うんですよね。シワも普通のねものよりは逆になりやすいですし、そういったいろいろな部分があるので怖くて着られないと思うんですけど、ここぞっていう時には入る一着なんで、こういうのがあると、まあ、やっぱりねいざという時に困らないと言いますかね、あって損はないと思います。はい。あとはクラシックな方でも結構そうなんですけど、案外ね柄物がね来てますね、結構多くなってきてます。これいろんな雑誌さんとか見てもね思うところなんですけど、今僕が紹介したこうダブルだったりとか、まあ、これ3ピースでこういった柄物チェックとかそういうアイテムなんで、まあこれも本当仕事じゃないっていうところが大きかったりするのかなと思います。なのでシンプルな、まあ、グレーとかネイビーっていうスーツもちろんあるんですけど、その中でも柄物が逆に受け入れつつある。でこの背景にはやっぱり仕事でスーツ着る人がすごくなくなったんで、そういうのも含めていいものでちょっとかっこいいバシッと一応になるようなものっていう、このまあ本当に二極化になってるんじゃないかなと思いますね。なので選ぶときはやっぱりご自身のライフスタイルもそうだし、実際にいざ使うときの需要とかを照らし合わせて買うならこのあたりがいいかなと思います。はい、ということですね。まあ今日はちょっとスーツのねお話をしたんですけど、まあ、僕は個人的にはすごくねスーツ大好きなんですよね。はい。まあ、仕事でもしょっちゅう着てますし、まあ僕正直何着てもいいと言いますかね、ジャケットとかだけで全然済ませていいんですけど、まあ好んでスーツを着てます。やっぱりねスーツってめちゃくちゃかっこいいし、何よりなんですかね、ネクタイ締めてやっぱジャケット着るとこう締まると言いますかね、一個スイッチが入るような感じで、こういつもよりねちょっとこうかっこよく見えると言いますかね。はい。スーツがやっぱり大人の男を一番かっこよく見せる服だと僕は思っているので、できればねもっともっと着てほしいですし、着なくなったけれどもそれをね逆に逆手にとってうまく有効活用していくとさらにねかっこよくなると思うので、ぜひね、まあ、こんな感じでクラシックだったりとかセットアップのものっていうのはいろんなとこが出ているので選んでいただくといいかなと思います。ということでこの動画は毎日8時に更新してますので、もしよかったらですねチャンネル登録それから高評価の方よろしくお願いします。あとですね、こんな感じで SNS いろいろやってますので、ぜひチェックしてみてください。お願いします。ということで、ムンでした。バイバイ。